どうもズーマです。今回なんですけど、僕が愛用しているアーテリーのね、新スキンが来たということで、こちらを固定スキンとして使っていけたと思います。それではどうぞ。さて、今回のこれはソロスクですね。で、今回は1試合というかはキル集みたいな感じでお届けします。そのね、新アーテリーちゃんのね、華麗なるこの美しさとかっこよさを兼ね備えているこのアーティリーちゃんのね、プレイ集を見ていただけたらなと思います。で、まずここは射撃場、狙撃場、なんかそこに置いてきております。で、多分ワンパイいるんですよね。で、初手で1枚倒して、もう1枚足を取りますね。こっちから来るか、とりあえず角球入れましょうか。上か、あ、埋めますね。もう危ない。ここはギリギリ倒すことができました。で、SMG の弾がないんですよね。なんで今仕方なくホルガー持ってるんですけど。おっと、SR、ちょっとやばい。で、回復がない。ちょっとやばいぞ。で、ここの場所はね、結構立ち回るっていうか、迷路みたいになってるんでね、立ち回りさえうまくやれば、意外とね、相手をかわしながら攻撃することができると思います。危な、あと1。これはマジで危ない。で、こう決め打ちしたけど、誰もいないと。さて、あれからぐるぐるね、逃げ回って、アーマーも入れたら状態で、ここに AK いますね。ここは忍者で詰めようかと思ったんですけど、失敗しましたね。で、もう一人、置いてきた。危ない、ギリギリタイヤに乗ってかわしていく。さあ、ここは壁を挟んだ戦いとなっております。ここはね、出たり、引いたりして、相手の様子を伺っていきます。で、ここね、一気に詰めていったんですけども、こうやりきることができませんでしたね。で、途中でね、後ろから撃たれたので、ちょっと後ろの方も気にしながらね、2つの足音をね、同時に頭の中に入れながら始まっていきます。下降りましたね。で、こう後ろでやっぱ敵いるんですよね。多分この塀の奥かな。なんで、こっちの車線も切りながら、もう一人の相手と戦わなきゃいけないというね。とりあえずここでね、上のやつの位置を確認しつつ、なかったですね。もう一人の今逃げ回ってる人を倒しに行きたいところです。スキンかぶってるかわかんないけど。でね、ちょっともう弾もなくなってきたんでね、分が悪いということで一旦引きますと。一旦回復とかね、ちょっといろいろ物資っていうか、とりあえず弾がないとね、倒せないんで、ね、で、多分蘇生組が帰ってきましたね。また多分敵が増えてしまった。おっと、ここで敵が、やばい、弾がない。弾ギリギリかわして、なんで生きている。あと HP がもうない。危ない。ここもなんで生きている。ギリギリ逃げることができました。おっ、ここもやばいやばいやばい。ここもなんで生きている。さっきの方ですね、蘇生した方ですね。なーい。ここはね、なんでか奇跡的にね、生き延びることができました。さあ、ここもまた角切り入れていきましょう。でね、もう SMG の弾がないんで、ここでエコーに持ち替えます。このマップだったらね、近接いけるそうなんでね、エコーを使って敵を倒していきたいと思います。で、エアボーンとまた蘇生かな、蘇生ですね、戻ってきましたね。めちゃくちゃ忙しい序盤でございます。で、こちら辺に降りたんでね、もうね、そっちに詰めようと思って、物資がないうちにね、ちょっと早めに倒してしまいたいということで、ね、詰めたいと思ったんですけども、銃声があるというか、とりあえず一旦アーマーを入れてから行きたいと思います。やってますね。で、足を取りますね、ここ。ああ、ここはちょっとエイムががばってしまった。多分あっち行ったかな。ちょっと忍者で上に登っていきたいと思います。あ、ここいますね。おお、曲げらしいな、あいつ。あ、ここいますね。ここはね、近接になるんで、一旦エコーに持ち替えましょうか。さあ、ここ行こう、行こう。やばい、やばい、がばりとる。危ない、ギリギリ倒すことができました。やっぱりね、このスキン結構人気みたいでね、いろんな方が購入というか使ってるっていう印象なんですけども、まあね、やっぱり皆さんもこのアーテリーちゃんのね、魅力に気づいたかなと思うんですが、いいですよね。で、やっぱりこのフードというかマントみたいなのがね、ちょっと憧れみたいなのが僕あったんでね、これは結構嬉しいスキンというかね、結構嬉しいというかかっこいいですよね。で、こちら辺で銃声あったんでね、とりあえずこちら辺も見に行きましょうか。とりあえずやネビ取ります。あ、いますね、ここ。あ、ここはラッキーですね。確保していきます。で、奥かな？ぶつけきてますね、こっち。どこや？さあ、顔を出しなさい。あ、いましたね、ここ。
うまく隠れられたので、一旦逃げますと。ほい。で、またこっちに足跡があるので、こっちをまた詰めに行きます。でね、SMG の弾を拾ったんでね、もうエコーが持ち帰って、また RS 持っております。あ、この、車も来つつ、どこだ？おお、このとこに隠れとったんか。危ない、ここはうまくかわして倒していくと。これ、ナイス序盤でした。さて、次はまた他のシーンなんですけども、次はワンパン相手ですね。ここはまず上に乗って、下の相手を、倒していきます。奥でやり合ってますね、別パかな。ホルガーの音がするんですが、ここかな。ここは何か準備したかな。で、右から M4LMG に撃たれてますね。一旦回復入れましょう。で、ここ射線切って。どこかな？ちょっと正確な位置がまだ、おっと、何もなかった。行き止まりだったね。正確な位置が分かんないんでね、ちょっと正確な位置をまず確認したいと思います。とりあえず上を取って見渡しいいところに移動して、正確な位置を、あ、ここにまず1枚いますんで、左か、あの、金とこかな。あ、ここいますね。いちいちなんだ、ここの距離でも当たるんですけど、やっぱどうしてもね、ちょっと火力が足りないかなっていうイメージですね。おお、瞬間移動した。さあ、もう1枚いますね。ここ入ってきた。さあ、ここ1枚倒していきます。3枚目かな。で、残りはあの M4LMG の人なんじゃないかな。ヘリいたりとかね、いろいろ銃声があったりしてちょっと忙しいんですけど、まず M4LMG の敵を倒しに行きます。ここはね、スモークを焚いて一気に詰めていきます。まあ忍者なんでね、ここは一気に詰めます。ガシャ取りますね。下かな？終わりましたね。さあ、それナイスと。で、次は村さんと遊んできた時の吸収でございます。村さんとディオスク行ってた時なんですけどね、村さんはまあ皆さんご存知の通りね、もう敵を見つけたらもうすぐ突進していくタイプなんでね、今回僕もちょっと村さんに習って、僕も思いっきりね、カバーというかは僕もキルをちょっと目指してムーブしてみてます。やっぱ右いますね、ここはもう村さんに任せてしまいましょう。で、下、僕の下にもいるんでね、僕はこっちを担当します。二人でね、なんか分担するみたいなあの動きというか立ち回りができてて、すごく楽しかった。試合ですね。それここもまた村さんと一緒にやっております。行きますね。ここもすぐに降りてしまい、奥にいますね。さあ、ルフォーにも打ち勝っていく。 RS 結構強いですね。村さんも打ち押ししておりました。はい、次はエアドロップをね、取りに来た時なんですけども、ヘリが来ましたね。ここワンパンいますね。まで1枚で、もう1枚も結構削ったぞ。ポルターガイストか。ここはね、ポルターガイストは予想して打っていきます。で、ここで3枚落としていく。2人ぐらいがね、村さんの方を見てたんでね、僕がここをうまく倒すことができました。で、残り1枚ですね。もうこれは激浪なんでね、 MX9 の弾が8発なんですけど、ここは詰めに行きます。いますね。結構ナイスワンパ倒すと。さて、これがラストのシーンになります。で、これもね、ソロスクいただ時なんですけども、もう最終アンチラ編の戦いですね。で、ここ足跡あるんですよね。多分この隣の家かな。そこの足跡あったんで、ちょっとね、隠れながら相手の場所を正確にね、分かるように詰めていきます。家の中かな。あ、ここいますね。あ、この隅っこのとこ。ここから映るかと思ったんですけど、ちょっと曖昧だったんで、ここはもう詰めていきます。お、やりきれんかったな。ここはね、RS の弾がね、たくさんあるんで、ここは生かして、乱射ですね。で、1枚。残り4枚ですかね。多分、まだ2チームになってないんで、2%いるんでしょう。うわ、こっちに出てきたな。もう位置はバレてるっぽいんで、ちょっと一旦隠れながら。どこやろ、敵は。あ、後ろですね。後ろいるので、とりあえず後ろの車線を切りに行きます。で、47、多分上かな。ちょっとここは挟まれてる感じなんですけども、スノボであっちに行くと見せかけ、逆の方向に引いてきます。で、外にいたら結構きついのでね、一旦中に隠れますね。一旦中の角に隠れますと。
回復入れます。別パトやってるっぽいですね、これ。別パトやってるっぽいな。ちょっと一旦相手の様子が分かるまでね、一旦ここで待機します。あー、これ倒れたっぽいですね。残り2チームということで、残り3人ですね。あ、目の前におる。さあ、アーマー待ったぞ。で、結構入れた。あれはもう瀕死ですね。ほんとミリ単位で、今アンチが来てるんでね、あの人はほっときましょう。で、これ1枚倒す。でもあの人も出てくるしかない。出てきましたね。ということで倒すと、あ、1枚超えますか。さあ、ここもアンチ来てるから、そっちに行ったら危ないんじゃないか。ここは僕もね、これ待ちながら狙っていくと。で、相手を倒して、倒してないか。殺で GG ということで、いかがだったでしょうか。ですね、僕、この固定スキン使っていきますので、今後ともよろしくお願いします。それでは、また。